神崎製紙、神崎製紙株式会社、神崎製紙は、かつて存在した、日本の大手製紙会社である。王子ホールディングスの前身にあたり、同社神崎工場、兵庫県、富岡工場、徳島県を運営していた。1948年設立で、渡航紙などの印刷用紙や、ノーカーボン紙、関熱紙などの情報用紙を中心に号を展開。 1993年に王子製紙2代目と合併し、新王子製紙株式会社となった。紙パルプ業界では売上高ベースで国内第8位、1991年度時点の大手企業であった。1948年に設立された神崎製紙が最初の生産拠点としたのが兵庫県山ヶ崎市の神崎工場である。ここは、 太平洋戦争前は王子製紙、初代以下旧王子製紙の工場であった。旧王子製紙神崎工場の起源は1894年に設立された真島製紙所である大阪製紙株式会社野田製紙所を経て1915年に当時の大手製紙会社富士製紙株式会社に買収され同社神崎工場となった。 富士製紙時代の1922年、神崎製紙にも引き継がれることになるアート紙、渡航紙の一種の生産を開始、その後国内におけるアート紙生産の主力工場に発展してゆく。1933年、富士製紙は旧王子製紙と合併した。旧王子製紙から神崎製紙として独立した契機が繊細である。1945年6月15日、 神崎工場は空襲、大阪大空襲にあい、事務所などのごく一部の施設を除いて、消失、工場としての機能を喪失した。間もなく、終戦となるが、工場復旧の妨げとなったのが、旧王子製紙が財閥解体の対象になったことである。実際に1949年旧王子製紙は、過度経済力集中排除法により解体されるが、そこに至る、 流れの中では、王子による、神崎工場の再建は困難であると見られた。神崎工場の復旧は、旧王子製紙より分離するという条件で、連合国軍最高司令官総司令部が許可したため、条件に沿って1948年9月、受け皿となる新会社、神崎製紙株式会社が設立された。神崎製紙は、旧王子製紙から、神崎工場を買収し、 会社設立の翌月からアート紙の生産を再開する。さらにアート紙原紙である上質紙の生産を1949年に再開、その原料であるパルプの生産も同年再開した。その後生産規模は順次拡大され、紙を生産する、正式、マシンは1954年までに6台に増強されている。また同年キャストコート紙の生産も開始している。 1959年8月、神崎に次ぐ第二の工場として、徳島県阿南市で富岡工場が創業を開始する。同工場では会社初となるクラフトパルプを生産し、これを原料として渡航士を一貫生産した。正式は翌1960年までに3台が稼働している。1960年代後半からは拡張が進められ、 1974年までに5台の正式を増設、正式8台の主力工場となった。一方、神崎工場は、徐々に加工し分野に転換されてゆく。1962年神崎工場で、農家ン子の生産が開始された。その後、農家ーーン子の需要増に応じて、生産増強が進められる一方で、老朽化した設備は順次停止され、 1969年にはパルプの生産を終了している。1972年には白利子の生産を開始。同年、シールラベルの原種であるタック紙、粘着紙の生産も開始している。オイルショックの影響による不強化では、営業体制の強化、神崎運輸、現、オーシャントランス設立などの物流体制の合理化、それに品種の拡充を進めた。 1975年から乾熱紙の生産を開始、1978年にはファクシミリプリンター用乾熱紙を発売している。富岡工場では1980年に9代目の正式が追加されて新製品の生産を開始、神崎工場でも製品の幅が広げられた。プラザ合意、1985年後のエンダカドル安により、 従来の製品輸出では収益性が低下した。そこで現地生産による国外市場でのシェア確保が目指され、1986年アメリカ合衆国マサチューセッツ州の関連誌、粘着誌工場を買収し、現地法人、神崎スペシャルティペーパーズを設立した。1990年にはドイツのメーカーと共同で、カンザンスペシャルパピエールを設立。 ヨーロッパ市場向けの観熱資生産を開始した。これらの会社は、王子製紙との合併、王子ホールディングス発足を経た2012年現在も、王子グループのグループ企業として存在している。この時期、国内では、富岡工場に10代目の正式が導入されたほか、富岡工場の対岸の土地を購入、1993年度末創業開始を目指して、 新工場の建設を開始した。この工場は、王子製紙徳島工場として1997年に創業開始。1993年1月、神崎製紙と王子製紙株式会社、2代目は合併を発表した。バブル景気とその崩壊により、設備過剰、需要低迷、価格下落を招いた紙パルプ業界は、業績が著しく悪化し、 その一方での国際競争激化などの要因が背景にある。合併によって企業体質の強化、設備投資の合理化を狙った。1993年10月1日付で王子製紙が存続会社となって社名変更、神崎製紙が解散する形で両社は合併し、新王子製紙株式会社が発足した。同年四月に発足した日本製紙。 十条製紙、山陽国策パルプの合併に続く業界再編で、売上高ベースで新王子製紙は、日本製紙に次ぐ業界第2位、1993年度の製紙会社となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。